あー、いたたたた。あー、ティップが折れちゃった。そこでコンドルティップ、有効成分、ちょうどいい硬さが、硬すぎない最適なティップを実現してくれる。へー、ちょうどいい。コンドルティップ。もらってくれてましたね。いや、もらってくれてましたでしょ。全然面白いから、もう。大変、むちゃむちゃが何言うとんねん、ほんとそうです、ほんと今ダイエット中、今僕むちゃむちゃが何言うとんねん、ダイエット中なんですよ、ノリツッコミが下手なんですね、もうそこ言っちゃおしまいです、面白い。あー、これちょっと、ダイエット、ちょっとめっちゃかわいいイエーイ、これか、ここかわいい、かわいい、え、ここ隠しても耳鳴り見えてる。なんで出してんのよ。え、めっちゃ可愛い。さっきからのこれがあれ限定の。え、どうやってするんですか。どうやってする、あのポーズ。言われた。あの言われる。逆です。え、パッツンはほらほら。あ、すごい。こっち。左に、そうそう、肩の肩にこう。逆。そうそうそう。いやいや、もうめっちゃ二重箱やん。いや、なんかすっごいポーズ指導される。え、こっち、ちょっとこう、あれかさん、アップして、こ、ちょっとアップして、こっちアップして、え、ちょっと待って、いや、オリエさんの元の画像が分かる、あ、こうね、もうずっとこのアングルでいいっす。あ、ちょっと待って、前髪はこう、前髪はこう、ちゃんとこうしてから、いや、そうする前髪があって羨ましい、本当に。あ、そうそうそう、どう、ちょっとほら、伊藤さん、綺麗でしょって。じゃあ一回スクショしよう、誰か。誰かスクショしてください。いや、ごめんなさい。受け狙ってるんでしょ。いや、受け狙ってない。じゃあ次、もっちゃんやった。これ失礼。ホラーマンで誰、誰ホラーマンって。これ失礼よ、ほんとに。じゃあ次、もっちゃんがやった。あ、もっちゃんがね。いや、僕もう、僕に映らないです。こっち向いて。で、こっち向いて。こうして、こうして。で、顔のここに。こうして。で、あっち、目線あっち。ゆちゃんが映ってる。ゆちゃん。あ、ここか。ここ、一緒に。こう、あ、こっち。そう。もう一回その画像みたいですね。もうからない。またかにした。逆じゃん。こっちだ、こっち。かぶせた。ちょ、こっちだ。かぶ、こ、逆。こっち。そっち向いて。お互いでこう、オリエさん挟む方が良くないですか。あ、そうだ。で、こう、なんか、いやいや、もう、こう、もう、やばいじゃん、ここ。じゃあこっち、ちょっとオリエさんこっちに、それは、それはあの、こっち、だって、いや、待って、いや、それ書き上げたいんですけど、あの、俺こう出ちゃうんで、こう、逆もう、もう、どうでもいいわ、もう試合行きましょう、ナンさん、オリエさんの可愛かったっていう、コメント止まってたからね、ごめんなさい、すいません、これきっと編集して動画になるから、オリエさんにはなれません、どんな頑張っても。あ、ほら、社長試合来た、セイゴさんと社長、はい、大丈夫。一応しろったからね、だって一生懸命。社長、今日気合入ってる感じで。優勝狙ってみよう。うん。しそうやな、でも。でもなんか、やっぱ社長と対戦するってなったら、みんな緊張すると思うんですよ。しかも聖子さんですね。うん、もうプラス。緊張しますよ、絶対。やっぱそう、なんか、なんだろう、もう、テレビの人っていう感じだし、ダーツすごい見てる人っていうイメージだから、スタースも、うん、そう、スタースだし、ほら、なんかいいねって言われたいんですよ、ね、おーって言って、社長入ってる、ナイスハット、ナイス、空投げしてても社長が一緒ので後ろに追って、まあ、話しながらとかするときも、いつもよりちょっとアップ頑張ろうかなって思って、いいね、よちゃんって言われたくて頑張っちゃうタイプ、褒められたい、そう、褒められたい、いや、でもそれ多分みんな意識的にあるんじゃないかなって思う、ありますよ、それやっぱり、見せばしたね、そわそわしてる、すっごい俺だ、これ画面で見ると分かりますよ、でもすごい、点数差がすごい、あー、ラッキー、あらあら、ナイス、ナイス、緊張するんだと思う、するでしょ、これは、この二人相手にってやっぱ緊張するっすよ、まだある、あ、呼ばれた、いってらっしゃい、
皆さん全然読まれない。全然読まれないね。私もなんか予想。待って、またこの感じ。お邪魔しました。じゃあ僕真ん中行きますね。すいません、あの真ん中が一番あったかそうなんで。はい、いや、あの女性2人がいなくなっちゃったんで、もう僕だけになりました。すいません、よろしくお願いします。すいません。あれ顔でかい。いや、あのそうですね、顔はそうでもないですよ。はい、多分ソロ。その船がついてますね。あ、もうありがとうございます。そうですね、皆さんについてもらってるんで、本当に助かります。読んでなかったのかないけど、放送席で何言われてるんやろと思いながら試合したことあります？いや、全然ないです。もう入れることに必死で、全然そんな考えたことないですね。僕今日誰と昨日パーフェクトだったんですけど、昨日よりかは寒くないです。昨日よりも今日の方が全然暖かい方だと思います。ただあの放送してるこの場所はやっぱ寒いです。去年もそう感じたんですけど、やっぱ寒いです。自分はあの小川結衣ちゃんとペアですね。今日は出させていただいてます。本日も YouTuber ですね。ユーチューバーになれるかな、これ本当に。あの試合よりもコメント読む方がメインになっちゃいますけど、すいません。あの体が小さめなんですよねって、もう悪口ですよ皆さん、それ。僕めっちゃ面白いと思うんですけど、それだからユーさんたちが小さく見たら、そう僕が大きいから。佐々木との掛け合いが見たいです。注ぎ読みましょうよ、注ぎ読みましょう。そうだったら、あら、あ、もうまたあの素敵なゲスト来てくれました。あのどうぞ。お疲れ様です。あとはしおりさんです。お疲れ様です。寒くないですか？いや、全然寒いですよ。全然寒いです。いや、ここマジで寒いですからね。はい、あんま隣に並ばれると、あのみんな女性の人の顔ちっちゃいって言われるんで。顔がでかいから。そうよくご存知で。本当に私顔ちっちゃくないから、でかすぎるだけだから、ね。あのそういうことですよ皆さん、そういうことです。はい、いや、もっちゃんはね、顔でかい。いや、また太った。いや、俺今ダイエット、そう、太ったからダイエットしてるんですよ。ちょっと炭水化物をちょっとずつ抜いてます。ちょっとずつ。来た、ジョージさん真ん中や。ジョージさん来ました。ジョージさん真ん中です。ジョージさん来た。山本さんがすごいテンションが上がってびっくりだな。すいません、喋ってる間にバレル付け替えるわ。そんなジョージさん、はい、今日どんなんすか、シングルは。今日は、はい、今日は勝ってますよ。なんすか、なんすか、あれ昨日なかったっすか。昨日は、はい、もう忘れることにしたんで。昨日何もなかったこと。何もなかった。昨日旅行に来た。旅行ではね、もう昨日は何かあったけど、ちょっと記憶が。記憶が飛んだ。昨日北九州に入りましたぐらいの勢いですね。そう、もう、はい、いいことしたと思って。いいことした。いいことしたで、どういうこと？なんかすごくテンションが下がった。ちょっと待ってください。ちょっとここ、しおりとジョージさん顔小さいで、僕も入れてよ。いや、思ったけどでかいな俺。いや、あれでも おでこの、おでこがちょっと並んでください。おでこがでかっ。だってでもどっちも出てるじゃん。あれあれ、おでこは出てるんだよ。これはこれからだ、これから。おでこでいいんだ。おでこでいいんだよ。音が聞こえないんで、ジョージさんじゃない。ジョージさんの音が聞こえない。2人の音が聞こえない。2人の音、あ、聞こえない。あ、聞こえます。誰のが聞こえないか教えてくれたらありがたいです。音プロ後ろに座ってます。いや、全く隣に座ってます。はい、それで後ろ座ってたらもう俺何も言えないです。顔がでかいんじゃ。あごさラーメンマン、筋肉マンでは誰に似てますか？誰に似てるんですか？誰に似てるんですかね。筋肉マンわかんないんだけど。筋肉マンしかわかんないんだけど。筋肉すぐる。筋肉すぐる。主人公？違う、あれ違ったっけ？全然わかんないです。全然わかんないんだけど。いや、もう坂年の坂にしか見えんもん。そんなことないです。あれ？
なんかあれ襟にライオンつけてませんでした。ライオンはいましたよ。いました。試合今年はないの？試合全く見ない。いないの？いや今年もいますよ。え？いや試合そう試合見ましょうよ試合ね。とりあえず試合解説してたらすいません。ビッグラウンド言いそびれたっすね。もう来たら言いたいのに。社長がいないタイミングにビッグラウンド言いたい。間違いです。欧米か。これもうビッグラウンドになっちゃってる。欧米かって言う方逆か。言われる方か。言われる方ですもん。言われる方です。社長の B やん。コメントがさすがすぎてあのこっちに夢中になっちゃうんですよね。本当にファンがいるね。もう素晴らしいですよ。社長やっぱなんかうまいよね。社長うまい。社長さっきずっと練習してましたからね、そこで。え、ここで？はい、試合行きました。僕、試合行ってきます。おいたん。あ、おいたん。あ、ここ寒いね。上着は。いや、もう貸しますか？いや、いらん。